今日はお兄ちゃんいないのかな。最近よくここにいるみたいだけど、海に何の用があるのかな。まさか水着の女の子を見に。でもあのお兄ちゃんがやることだし、そんな普通の用事じゃない気がするのよね。直接聞けばいいんだろうけど、なぜか声かけたら逃げられちゃうし。そうだ、影からこっそり様子を見てればいいのよ。あ、早速お兄ちゃん発見。隠れなきゃ。あれ、なんでお兄ちゃんこっちに向かってくるの。アンズ、どうしたんだ、そんなところに挟まって。かくれんぼでもしてるのか。え、嘘、どうして見つかったの。なんだ驚いた顔して。かくれんぼしてたの。お兄ちゃんに見つからないように隠れなきゃって。アンズはバカだな。今までお兄ちゃんとかくれんぼして見つからなかったことなんてなかっただろ。そうでした。そういえば昔からどこに隠れてもお兄ちゃんには見つかっちゃうのよね。探知機でもついてるのかしら。ところでお兄ちゃん、今日はここで何してたの。え、今日はワカメを拾おうと思って。海水浴場で採れたワカメの味噌汁なんて私は絶対に飲まないわよ。そうか、結構美味しそうなワカメが漂ってたんだけどな。まさか本当にお味噌汁の具を探しに来てるなんてことは。じゃあお兄ちゃんは先に帰るぞ。アンズも暗くならないうちに帰ってこいよ。もうますます気になるじゃない。次こそは絶対に何をしてるのか突き止めるわよ。ちょうどよかった。アンズに見てもらいたいものがあるんだ。え、なになに。ヒースの機能にターゲットのプロフィール表示機能を追加したんだけど、役に立つかな。プロフィール表示機能。アンズが聞き出した情報をヒースに伝えてくれれば、自動的に情報が蓄積されていくんだ。それは便利かも。ありがとうお兄ちゃん。またしばらくしたら違う機能もつけてやるから、楽しみにしてるんだぞ。うん。買い物でもしようかな。あ、アサギ高校の制服だ。あれってかっこいいんだけど、着る人を選ぶデザインよね。あ、聞こえちゃったのかしら。瑞希、何やってるんだこんなところで。別に何も。お帰りなさい。もうすぐご飯だからね。お腹すいた。はいはい。シュートコースガラ空き。松原打った。だが枠の外、思いっきり外してしまった。あちゃ。
豪快、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。よ、いらっしゃい。お邪魔します。その足元のものは？トアミ。まさか、それで私を捕まえようって言うんじゃ。ピンポーン、正解。まさか本当に来るとは思わなかったけど、それ以前に君が本物だって証拠もない。本物だったらまさかこんな手で捕まったりしないよな。なんか知らないけど早速ピンチ。まあちょっと落ち着いてよ。私の話を聞いてほしいんだけど。と言いつつ先手必勝、煙幕爆弾。うわ、なんだこれ。今のうちにとわみを。うわ、喉が痛え。今のはなんだ、花火？そう、花火をちょっと改造してもっと派手に煙幕が出るようにした特製爆弾なの。あ、網は処分させてもらったから。どうやら本物みたいだな。もうびっくりさせないでよ。私を捕まえてどうする気だったの？決まってるじゃないか。独占インタビューするんだよ。飛んで火にいる夏の虫とはまさにお前のことだな。怪盗アプリコットを追ってる記者の家に自分からやってくるなんて、いい度胸してるぜ。ほんとよね。まさかとわみ用意して待ち伏せされてるとは思わなかったけど。ああそうだ、あの網どこやったんだよ。海から勝手に持ってきたやつだから後で返さないと。運んできたの？一ノ瀬さんならおかしい。ああ、うるさいうるさい。どこにやったか知らないけどちゃんと戻しとけよ。は、そういえば私の予告状読んでくれた？ああ、貴重なものありがとうな。家宝にするよ。そうじゃなくて内容の方なんだけど。俺のハートをいただくとかいうやつか。その内容については俺も悩んだんだが、何かの暗号か？まさか、そのまんまの意味よ。そのまんまって？一ノ瀬さんのハートを奪いに来たの。そんなのとっくの昔に奪われてる。え？俺の親父は怪盗プラムドを追ってた記者だった。プラムドを追ってる時の親父はそれも楽しそうで、18年前に姿を消した時の落胆も見てられないくらいだったけどな。俺は親父の書いたプラムドの記事を見て同じ道に進もうと決心したんだ。そして必ず次の女怪盗が現れると信じて待ち続けた。そしてついにお前が現れた。記者になろうと決めた日から俺の夢だったんだよ、お前の記事を書くことが。そんなに長い間私のことを待ってたの？確かに長かったが、
俺には確信があった。20年くらいで必ず次の女怪盗が現れるってね。俺はある仮説を立てたんだ。お前はプラムドの娘なんだろ。やっぱりそうなのか。まだ私何も言ってないんだけど。その反応を見てれば誰だってわかるって。それと、あ、今日はもう時間も遅いし、これくらいで失礼しようかななんて。あ、ちょっと待て。何？またここに来るのか？私がここに来たことと、これからも来ることを誰にも話さないって約束してくれるなら。ああ、約束する。だから、必ず来るんだぞ。うん、またね。あ、怪盗をやめろと言ったの、聞こえなかったのか。怪盗アプリコットがそんな脅しに屈するわけにはいかないわ。殺せるものなら殺してみなさい。いい度胸だ。それなら望み通り、私は殺してやる。じゃあ、本気にさせちゃったかしら。とりあえず逃げなきゃ。私あなたみたいに暇じゃないの。またね。ちょっとお母さん。こら、もう夜遅いんだから、あんまりドタバタ走らないの。また出たのよ、怪盗アイリスが。うん、しつこいわね。ねえお母さん、本当に彼女のこと何も知らないの？どう見てもあの身のこなしは普通じゃないわ。私と同じように相当特訓を受けているような。あなたにその話を聞いてから一応調べては見てるんだけど、もうちょっと手がかりがないと。今度会ったら何か情報を聞き出してらっしゃい。そんな余裕はあるかな。修行だと思って頑張りなさい。はーい。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃあ、おやすみなさい。占いカウントダウン。さて、今週の最下位は。おはよう。お母さん、おはよう。今日の朝ごはんはアンズが好きなフレンチトーストよ。本当？しっかり食べて、今日も一日頑張るのよ。うん、任せといて。先生の部屋へウェルカム。お邪魔します。
なんだなんだ、ノリが悪いな。先生のノリにはついていきません。何？今のは5点マイナス。冗談だよ、5点も減らしたら点数なくなるもんな。そこまで悪くはないです。そうだったか。まあいいや、今日もゲームやっていくだろ。やります。そうか、やってくれるか。お礼に今度の科学のテスト5点プラスしてやろう。点くらい増えても悪い点には変わりないもんな。そういう意味じゃないんですけど。まあとにかくそこに座って。やるじゃないか、先生嬉しいぞ。まだまだこれからだ、油断するなよ。さすが望月、どうしたらそんなミスができるんだか、先生は不思議でしょうがないよ。もうちょっとデータが欲しいから、これに懲りずにまた来てくれるか。はい、わかりました。返事がよろしい。じゃあまたな。君はまた会ったね。こんにちは。今日はやってないんですか、ゴミ拾い。ああ、今日はね、ちょっとお休み。そうなんですか。またやるときは誘ってくださいね。ああ、ごめん。ところで君は兄弟はいるかい？はい、お兄ちゃんがいます。そうか、私も妹がいるんだ。君を見ているとなんだか妹のことを思い出してね。鶴さんの妹か、どんな子なんだろう、会ってみたいな。私も最近あまり会っていないんだ。ちょっと遠くにいるんだ。そうだね、少し寂しいかもしれない。でも兄弟は永遠に一緒にいるわけにはいかないからね。私も家族と離れて暮らす日が来るのかな。それはちょっと嫌だな。大事にされているんだな、君は。大丈夫、離れていても兄弟はいつまでも兄弟だよ。
ああ、そうしてみるよ。それではまたね、お嬢さん。はい、さよなら、みつるさん。Thank you.
放送が人気あんのもわかるわ。でも前、誰かが涼子ちゃんの声が好きって言ってたよ、男子で。え、ほんま？誰やろう。また時間が空いたら遊びに来てな。うん、またね、涼子ちゃん。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アプリコットの映像です。わあ、二人ともご飯できたわよ。はーい、着替えてくるからちょっと待って。着替え完了。リス、行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。よろしくね。警察を呼ぶぞ。え？警察？嫌がらせにしては随分良い周到だな。そんな服まで作って。何が目的なんだ？どうせ水島ミラのファンにでも頼まれてやってるんだろ？え？何の話？水島ミラちゃんがどうかしたの？ボケるな。最近妙な手紙を送りつけたり、事務所で待ち伏せしたりしてる奴らの仲間なんだろ。自分で好きな相手に声をかける勇気もないくせに、こういう方向には知恵が回る最低の人間だよ、あんたらは。なんなのよ一体。昼間に会う時と全然雰囲気違って、なんか怖いんだけど。あなたが今までどんな目にあったかは知らないけど、私は関係ないわ。確かに昨日予告状を送ったのは私だけど。ハートをいただくとかいうくだらない内容だったな。あれはどういう意味なんだ？それにまさか本当に自分が怪盗アプリコットだなんて言う気か？くだらないとは何よ。こっちは真剣にやってるんだからね。それにこんなホテルの最上階まで飛んでこられる人が怪盗アプリコット以外にいるわけないじゃない。隣の部屋からなら簡単だ。屋上から窓伝いに降りるって手もあるな。どこまでも信じないつもりなのね。さてこれなんだ。それはもしかして僕の携帯？ピンポーン。ポケットに入れておいたはずなのに、どうして？今私があなたのポケットの中から拝借したのよ。どう？これで信じた？そんなのただのスリじゃないか。か、これ以上何か見せるとなるとこの部屋がめちゃくちゃになるかもしれないけど、それでもいいの？わかったわかった、信じるよ。私ってそんなに怪盗アプリコットに見えないのかしら。どこから見てもその辺の女子高生にしか見えないね。あ、鋭い。それでこの僕に何の用？あ、そうそう、私川村元気くんのハートを奪いに来たの。具体的にどうやって奪うわけ？
僕はとても君を好きになれそうにないんだけど。ひどい。女の子に向かって随分なことを言うのね。やっぱりほら、こういうことは時間をかけて。君が僕の心を奪いたいってことは、君は僕のことが好きなんだ。え、まさか。しまった。ほら、まだお互いのことをよく分かってないじゃない、私たち。全然わからないな。僕を好きでないならなぜ僕のところに来た。それは付き合ってられないな。帰ってくれ。ちょっと待って、それじゃあ私が困るのよ。僕だって困るんだよ。知っていると思うけど僕は忙しいんだ。わかった、話すわ全部。そうそう、最初からそうすればいいんだよ。何かはめられてる気がするんだけど、まあいっか。私はついこの前カイトアプリコットとしてデビューしたんだけど、実際のところは試験期間中なの。試験期間？試験に受からないともう一度訓練のやり直し、次にまたいつ表に出られるかわからないわけよ。それでその試験っていうのが、僕のハートを奪うこと？そうなの。その試験を決めたのは誰なんだ？先代の女怪盗プラムだよ。へえ、まだ生きてたんだ。と今でも美人なんだろうね。そのプラムドにご指名いただけるとは光栄だな。他にもターゲットがいることは、まあ話さなくても平気よね。ちゃんと話したんだから協力してくれるわよね。いいよ、なかなか楽しめそうだし。楽しむ？そう、ゲームみたいなものさ。僕が君を好きになれるかなれないか。まあきっとなれないと思うけどね。なんか元気くんってテレビに出ている時と全然違うのね。こっちが本当の姿なの？誰のためでもない自分を本当の姿というのならそうだろうね。よくわからないけど、芸能人ってやっぱり裏表激しいのね。水島美奈ちゃんも実はすんごい性格だったりするのかしら。違う、彼女は本当にあのままだよ。見た目と同じ、いやそれ以上に汚れのない心を持っている。僕と違ってね。そうなんだ、よかった。じゃあまた来てもいいんだよね。来ないと君が困るんだろ。でもいいっていう意味ね。あ、それと私が今日来たこととこれからも来ることは誰にも言わないでね。そういうルールなら従うよ。ありがとう。あ、今度からはちゃんと窓の鍵開けといてね。はいはい、忘れなかったらね。お仕事はこれで終了っと。じゃあおやすみなさい。目覚ましどこだっけ。あ、落としちゃった。何の音だ今のは。落としちゃっただけだから。そうか、壊れてたら持ってこいよ。はーい。はい、列島リポートです。今日は沖縄県那覇市に来ています。沖縄の夏といえば。おはよう。お母さん、おはよう。ごめんなさい、パン買ってくるの忘れたから今日はご飯よ。あ、卵焼きだ。